こんにちは福井教育支援サークルの吉田です、えー、今日は4年生の道徳、真珠の将棋についてお話をします。内容項目は、正直誠実です、えー。それではお話のあらすじです。えー、主人公の真珠君、将棋の好きな少年です、えー。仲のいいおじさんと将棋を指していました。ところがね、おじさんがちょっと席を外した隙に、 どうしても勝ちたくてね駒を動かしてしまいます結局シンジ君そのまま勝つんですけれどももう勝った瞬間からズルをしたことを後悔し始めますそこにもう一人仲のいい将棋の好きなおじさんがやってきます、えー、実力はね同じ程度だったんですけれども、まあ、さっきの後悔が頭にあるものですから実力を十分に発揮できずに負けちゃうとでまあ帰る時にね ひどくそのことを反省して涙を浮かべながら帰っていくというお話ですでは小学校の学習指導要領解説道徳を読んでみましょう、まあ、正直であることの快適さ赤で書きましたね、えー、正直じゃなかったので不快だったと、まあ、反省したということが延々と書いてありますね、えー、それから過ちを犯した時には素直に反省しそのことを正直に伝えると えこれね、シンジ君がするかどうかわからないと、まあ、反省はしながら泣いて帰るというところで終わってるわけです。まあそういう点でね、非常に、なんて言いますか、こう狙いに、解説に書いてるような狙いに即した教材で、やりいいかなと。 いうふうに思います、えー、ただねズル、えー、をした時シンジ君はどんな気持ちになったんでしょうなんて発問はね使いたくないなとちょっと別の角度からね、えー、シンジ君がした行為について考えさせるということを考えてみました、えー、それでは発問です、えー、最初はね感想の音に書きなさいとこっからいきたいなと、まあ、生活再建を掘り起こすために、えー、みんなズルしたことあるどんな気持ち ていう方法もちょっと考えたんですけども、えー、これねずるをして勝つなんてよくあることですから感想を書かす中で、えー、そういった経験出てくるんじゃないかなと、まあ、その方が自然かなというふうに考えました、えー、さて次の発問ですねずるをするとどんないいことが起こると思ったのでしょうとまずここから行こうかなとやっぱりずるをして なんか何か自分にとっていいことがあるっていうふうに思うから人ってズルするんですよね意外に子供を気づいてないんじゃないかなということでこれを抑えましたその上ではいズルをして何か得をしましたと聞いてみたいさらに、えー、ズルをして損をしたことは何ですかとまあズルは損なんだよっていうことをここでしっかり認識させたいと思いました、えー、最後の終盤ですねええ真珠は次の日誤りに行くべきですかと 誤りに行くでしょうかとせずに行くべきですかというふうにしたのは実は次,への次の発問への付箋伏線ですえ。誤りに行くべきというふうに、べき論で、えー、問えばおそらく子どもたちは行くべきだというふうに答えると思います。えその上で、じゃああなたが信じなら誤りに行けますかと、えー。これはね、なかなかハードル高いですよ。嘘をついたりね、ずるをしたりする。 子どもたち、ね、4年生ぐらいの子どもたち、よくあることです。じゃあ、それを相手が気づかないとき、気づいていないときに、あえてできるかということを考えさせたいと、まあ、自分のこととして、ここで考えさせたいなというふうに思いました。えー、以上、まあ、私の授業プランです。先生方の参考になれば幸いです。